オーシャンはイギリス海軍のプリンスコンソート級装甲艦の最終艦である中国派遣艦隊に配属され幕末明治維新期の日本に来航したプリンスコンソート級装甲艦はもともとブルワーク級戦列艦として設計されたフランスが装甲艦ラグロワールを建造すると英国はその対抗策として本格的な装甲艦ウォーリアの建造を始めたが それに加えて、巡航前のブルワーク級戦列艦を走行艦に改造した。これがプリンスコンソート級である。英国海軍では搭載する大砲の数によって艦種の分類を行っているため、戦列艦と同じ戦隊を使用しているものの、プリンスコンソート級の正式艦種はフリゲートとなる。しかしながら、走行を施した戦列艦ということで戦艦とされる場合もある。 オーシャンは当時の英国海軍の戦列艦の常として最初はドーバー海峡艦隊に配属されたが直ちに地中海艦隊に転属となったそこからさらに極東艦隊へと移動となったジブラルタルから香港へ航行中の1867年8月23日オーシャンは搬送だけで453海里を航行したがこれは 英国海軍総交換の最長搬送記録であった。オーシャンは1867年10月27日にバタビアに到着した。1867年から1872年までは中国派遣艦隊に所属した。1868年1月1日の兵庫海工事には両艦11隻とともに神戸沖に停泊し、幕府へ。 兵庫開港を予定通り実施するように圧力をかけている。オーシャンが兵庫沖に停泊中に、鳥羽、伏見の戦いが発生し、戦いに敗れた徳川義信はアメリカ軍艦色恋に一時退避している。オーシャンは幕末期に来航した各国海軍の艦艇の中では最大のものであった。英国への機とは蒸気機関を用い、 平均速力4.5ノットを出している。英国機関後、売却されるまでドックにあった。ありがとうございます。